さあそして次、MK レオ本物ということで、しゃげみなんだ。いやでもこいつ MK レオ名乗ってるだけあってちょっとやるね、なかなか。うわー、いやらしいな。俺だったら突っ込んで下すましちゃうわこれ。うしゃらくせえっつってぶっ壊すわっつってガンダッシュ下すまするわ。あ、体力制しゃげみなの。体力制、いやでもこいつ、いやでも普通にうまいよ。ちゃんと実力もあるタイプのあの体力制のやつ。さあここはまだいかない。さあそしてきたこのしゃげみの代名詞、あのしゃげみの代名詞うぜえよなこれ。あーやばいやばい。あー俺じゃないからいいけど、やられてたらあれぶち切れてる俺。もうほら、もうこれもう無理だもん、これ無理だよ。そうそうそう、大外から帰る。そう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 、そうだけど、あーこいつまで抜かりね。ひどいひどい、もうサンドバッグやん、かわいそうだよ。あれ絶対回避上がりしちゃいけないから、ほんで。あーマジでこいつ本戦でモサにボコられてほしい、マジでボコられてほしい。これはおい、もう MK レオ本物、お前もう本戦出場確定したから決めに行け、もう決めに行け。お前のそのスタイルだと絵が持たん、配信的に。さあそしてここも MK レオ本物買っていって本戦出場確定。で次が MK レオ本物対乙骨雄太。はい、僕です。俺行くよ、俺だよ、本戦来たよ。ちょっと集中するね、ちょ俺赤スパかかってるから、赤スパ5件くらい、マジで。お前どうせそうやって分かってる、もうお前のやり口はもう分かってる。一般枠の予選でもう嫌というほど見たから、もう見飽きたから。ほらほらほら、俺が強いってこと見せてやるよ。俺優勝候補だからね今大会、普通にマジで。はいはいはい、ちょ外役させないよ。あ、痛い痛い、やめて。ちょ、あの外役展開の時は絶対させない、やめろやめろ、まあ、マジお前それやめろほんまに。はい、回避していく、させないよお前の好きには。お前のやりたいことだってもう分かってるからね。ここストック先制したい。くそ、あ、逃げるな卑怯者。ああ、うぜえこいつ。はいはいはい、ストック先制していく。ここ超人のスナブルするよみんな、データスナブル頑張れ。もうこいつのデータ取れてる、あの嫌というほど 見させられた、一般で、一般枠で見とけ俺の実力。うーわ、いや即場はダメだって今の。お前やめろよそれマジで、あの嫌われるよそれ、本当に嫌われるから、友達なくすから。あ、友達にもそれ、視聴者とかにも嫌われるよマジで、やめよう。ああやだね、マジで、なんで俺こいつなの、1回戦の相手やなんだけど。あっ、うれうれ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これ差をつけられる前に、ここ差をつけられたらまずい、やめて。ああちょっと待って、これは冷静にいこう、焦んな焦んな、大外から、あ、ちょっと待って、やめてやめて、よし、なんで帰れないじゃんこれ、もうじゃあ攻撃上がりしてない。あ、もうぶち切れそう、もう本当にぶち切れそう、あ、もうぶち切れそう。ちょ誰か矢に持ってきて、ちょお母さん、ママいる、ちょタバコ持ってきて、アイコス、ちょこいつ腹立つわ本当に、おい死ね。お前、なんダメだ、ちょっと待って、怒るな怒るな、怒ったら俺多分これ負けるから、ちょっと冷静に行こう。光風はまだ、ちょっと光風はもう最後に取っとく。いやー、うざいうざいねえ、うざいこれ、助けて誰か、こいつずっと俺やってるだけさ。
チポ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 チ、うるせえ、黙れ。ちょ、一回集中する。ネタ枠じゃねえから俺、優勝候補だから。もっと早く、相手の動きよりももっと早く、僕が理解し判断し反応することができれば、やがて世界は止まって見える。それがクリティカルウィンドの一つ、光風。ねえこいつ、お前さ、マジでくそ、誰だ。いや、やめろそれ。もうお前さ、絶対嫌われてるっしょ。お前さ、中学校とか高校、お前何歳、ちょ教えて。 DM してきて後で。お前嫌われてるやろ、学校とかでこんなことして煽ってさ、大会とかで。ねえ、もうやめろや。一回やめて、一回やめて、一回ね。公開処刑やん、こんなん大会で。俺主催でさ、公開処刑だされてるだけじゃん、こんなん。なんで俺こんな恥かかないといけないの、いつもより同説も多い場で。ただ笑いもんやん、こんなん。腹立つこいつ、ほんとお前ね、台の下で陰キャすんのやめて、それで出てこい、台から。もうだからやめろそれ。あ、もうこっから逆算達するわ。ちょ、エクスマの魔物に取りつかれてくる俺。やめろやめろやめろ。ねえねえ、もうやめろ。つまんねえんだよ、つまんねえから。お前こんなやつ見て誰が楽しいんだよ、ざけん。レオスイッチ取り上げられた？あ、レオ見守り設定。あいつクソガキじゃねえかよ。おい、お前さ、俺ぼこしてさ、それやめろや。だったら俺ん時になっとけや。俺と戦う前にそれ起こしてくれや。